ダスティ・ベイカー、ジョニー・ B ・ベイカー・ジュニア、ジョーニー・ A ・ B、ダスティ・ベイカー・ジュニア、1949年6月15日隊は、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、リバーサイド出身の MLB で活躍した元プロ、野球選手、監督、主に外野手、右投げ右打ち。1993年から2002年まで、サンフランシスコジャイアンツ、 2003年から2006年までは、シカゴカブスの2008年から2013年まで、シンシュナティレッツ、2016年から2017年までは、ワシントンナショナルズの監督を務めた。の、MLB ドラフト26巡目、全体503位で、アトランタブレーブスに入団。マイナーでのプレイ後、には139試合に出場し、打率。 321.17本塁打、76打点の、好成績を収めてメジャーに定着する。2ロサンゼルスドジャースに移籍。翌には30本塁打を放ち、1塁手のスティーブ、ガービー、33本塁打、3塁手のロンセイ、30本塁打、外野手のレジー・スミス、32本塁打と共に30、塁打カルテットの一員となり、ワールドシリーズ進出に貢献する。 よくもワールドシリーズに進出するが、いずれもニューヨークヤンキースに敗れている。サンフランシスコジャイアンツに移籍。オークランドアスレチックスに移籍。アスレチックス移籍後は一塁種、指名打者での出場も増える。引退。から5年間スプリットフィンガードファストボールの、生みの親としても知られるロジャー・クレイグ監督の下で一塁コーチ、打撃コーチを歴任し、クレイグが退任したに、 ジャイアンツの監督に収む。ウィル・クラーク、マット・ウィリアムズ、バリー・ボンズを擁する強力打線と二人の20勝、投手、ジョン・マーケット、ビル・スウィフトに支えられ、106勝59敗の高成績を収めるナショナルリーグ西地区に。2は、地区優勝を果たすが、リーグチャンピオンシップシリーズに勝つことはできなかった。2は、ワイルドカードからナショナルリーグを制するが、 ワールドシリーズでは3勝4敗でアナハイムエンゼルスに敗れた。第5戦ではバットボーイを務めていた3歳の息子誰が本塁上で選手と交錯しそうになったが起点を聞かせた JT スノー選手が拾い上げ難を逃れた。大変危険なプレーであったため翌のシーズンから年齢制限を設け14歳以下の子供がバッドボーイとしてベンチ入りすることは禁止された。 2003年には、シカゴカブスの監督に就任。1年目は、地区優勝を果たすが、またしてもリーグチャンピオンシップシリーズに勝つことは、できなかった。年々成績が低下し、最下位になったついに解任される。10月13日、前任のジェリー・ナロン監督の解任に伴い、シンシナティレッツの新監督に就任。球団史上初の黒人監督となった。 指揮官としては、ジャイアンツ時代に3度の最優秀監督に選出され、2002年にはリーグ制覇した実績がある。選手から慕われる、プレイヤーズマネージャーである反面、出塁率を軽視したり、先発投手に球数を投げさせすぎるなど、旧来の野球観に囚われている一面もある。一番打者は、出塁率よりスピードと堅く信じるベーカーは、レッツの監督就任に際して、 カブス時代から目をかけていたコーリー・パターソン獲得を上層部に強く要請し、実際に入団してからは一番打者として起用していたが、期待を大きく裏切る惨憺たる成績で、完全に的外れな補強との酷評を受けた。また、若手を信頼せず、ベテランの起用を好む傾向にある。それコレッツ就任時には、ホーマー・ベリーとジョニー・クエトリオ投手や、ジョー・イボット一塁手、 ジェイブルース外野手ら申請がひしめくチームには不向きではないかと疑問視する声も上がった。一発頼みの大味なスタイルから脱却したいとの狙いから細かく手堅い作戦を対応するが結局空回りに終わることが多くそのような戦法は本類なので安い本拠地球上にふさわしくないそもそも指揮官としてチームの特徴を把握できていないなど批判も多かった。は レッツを15年ぶりの地区優勝に導く、オフに2年間の契約延長を行った。にも、地区優勝を決めたが、その優勝決定試合には姿を見せることができなかった。これは、直前に不正脈で入院していたためであった。11月3日、ジャイアンツ監督就任当初の主力選手であり、成績不振で解任されたマット・ウィリアムズの後任として、 ワシントン・ナショナルズの新監督に就任することが発表された。就任1年目、最多勝ち、最多奪三振の2冠を獲得したマックス・シャーザーらの活躍で2年ぶりの地区優勝を果たす。しかし、西地区を制したドジャースとのディビジョンシリーズでは2勝1敗と先にチャンピオンシップシリーズ進出に王手をかけながら連敗し2勝3敗で敗退。 よくも2位に20ゲーム差をつける独走で2年連続の地区優勝を果たしたものの、ディビジョンシリーズでかつて自身が2006年まで指揮したフルスカブスに2勝を3敗で敗退となり、両年ともリーグチャンピオンシップシリーズ進出を果たすことはできなかった。10月20日、シーズンの監督契約を更新しないことが通告された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。